ヨハン・フィリップ・クリスティアン・シュルツは、ドイツの作曲家、指揮者。シュルツは、バート・ランゲンザツサに生まれた。ライプツヒのトーマス校に通い、かつてが唱指揮者を務め、ゲバントハウス管弦楽団のカッペルマイスターであった、ヨハン・ゴットフリートシヒトなどからは、音楽の手ほどきを受けた。1810年から1827年にかけて、ゲバントハウス管弦楽団のカッペルマイスターを務めた。 シュルツは1825年に同楽団と共に世界初となるベートーベンの9つの公共曲サイクルを催している。この試みは1826年にも再度行われた。また彼は1811年にベートーベンのピアノ競奏曲第5番の初演で指揮棒を握っているほか、1827年にはメンデルスゾーンの公共曲第1番の初演でも 式台に上がっている。作曲家としてのシュルツは、助曲、感想曲、合唱曲、歌曲、ロマンス、行進曲などの作品を残した。そうした作品には、大、ユングフラウフォン・オーリンズ、ファウスト、ワレンスタインなどが挙げられる。また、カンツォネッタ、ホルン・バンソーによる狩りの歌、民謡への作曲も行っている。シュルツは、ライプツヒで53年の生涯を閉じた。 注釈出典、ありがとうございます。